嬉しい勝利はないです。言葉にならないです。ちょっと川田君と相談してたよりはちょっと厳しい展開になってしまったなっていうのを感じてて、4コーナーではちょっと厳しいかなと、直線も短いんで、その中で中を割って勝ち切ったあの馬の勝負根性というものに本当に涙が出ました。もうなんと最愛の娘だね。いや、なんていうかな、馬に申し訳ないけど、やっぱり信じきれなかったっていうか、ちょっと届かないんじゃないかなっていう気持ちだったんで、間割ってきた時は本当に興奮したし、その興奮をね、日本に届けられて、こんな嬉しいことはないです、上京したし。いやもう、感謝しかないですね。本当に連れてきてくれてありがとうっていう感じです。まあ本当に馬がすごかったし、うちのスタッフを含めてね、サポートしてくれた人みんなが素晴らしかった、素晴らしくいい仕事をしてくれたおかげで今があります。朝早くから応援ありがとうございました。今後も応援よろしくお願いいたします。